アメリカ合衆国テキサス州オースティン・オースティンはアメリカ合衆国テキサス州中央部にある都市。同州の州都であり、州内の都市圏人口ではダラス、ヒューストン、サンアントニオに次ぐ規模である。経済規模の大きいテキサス州の州都であることから政治的影響力が大きくイギリスが発表するグローバリゼーションと 世界都市研究ネットワークの2019年版においては、ベータマイナスの都市と評価されている。これは、デトロイトやミネアポリスなど、全米の主要都市と並んでおり、アメリカ南部有数の世界都市である。1839年に、テキサス共和国の首都が置かれ、アメリカ合衆国への併合後もテキサス州の州都の地位にある。 1930年代にコロラド側の開発によって、家具やレンガ、食料品、生油、比較などの工業が発展した。また、1940年代に、軍事産業も成立した。顕著な発展を支えているのが、IT 産業であり、産学連携のもと、目覚ましい経済成長と人口増加を誇っている。郊外を含め、周辺は、 給料値が多いためシリコンバレーにあやかって、シリコンヒルズと名乗っており、サムスン電子が全米最大の拠点としているほか、アップル、デル、インテルなどの企業が拠点を置いている。ホールフーズマーケットなど他業種の進出も目覚ましく、近年はナノテクノロジーやバイオテクノロジーなど、IT 以外の技術の集積を図っている。エクスパンションマネージメントによる、 将来のビジネスロケーションのトップ都市において2006年度と2007年度に1位に選出されるなど全米で最も発展が著しい都市の一つとなっている。また毎年3月にはサウスバイサウスウエストが行われる都市として知られている。なおテキサス州は政治的に保守的な州として有名だがオースティンは例外的にリベラルな 気質な人が多いことで知られている。オースティンのあるトラビス軍、ウィリアムソン軍近辺には、紀元前9200年頃から人類居住の痕跡があった。ジョージタウンとフォートフッドの間にある史跡からの資料によると、更新予行期にはすでにクロービス文化を持つ人類がいたとされる。トンカワ族、コマンチェ族、リパンアパッチェ族が居住していた、この地域に、 欧州、主に、スペインからの移民が到達し、少数ながら、拠点を築き始めた。1730年には、テキサス東部からのミッション団が結成され、オースティンのコロラド川南岸に居住した。このミッション団は、約7ヶ月ほどで、サンアントニオに移動した。18世紀中頃にはまたサンザビエルミッション団が、コロラド川沿い西部に探索拠点を置いた。 19世紀初期には、スペイン軍の取り出が、現在のバストロップとサンマルコスに置かれた。メキシコ独立を受けて、テキサス中央部に、新しい居住地ができたが、地域の先住民族との対立のため発展は、停滞した。1835年から1836年に、テキサス人は、テキサス革命の戦争に勝利し、メキシコから、 テキサス共和国として独立。1839年に、テキサス共和国議会は独立の主導者である、スティーブン・オースティンの名を持つ首都の場所を決定する、評議会を結成、テキサス共和国第2代大統領ミラボーラマーは、水源、丘陵、環境の良いウォータールーと呼ばれる地域を推薦した。この地が結局選ばれ、オースティンと呼ばれることになった。 ここは、サンタフェとガルベストン湾を結ぶ、交通の要衝で、北メキシコとレッド川を結ぶ地域でもあった。1873年のエドウィン・ウォーラーによる、オースティン・クイ・キズ・オースティンは、北緯30度18分01秒、成型97度44分50秒に、一致している。また、ハワイ州ホノルル以外では最も南に位置する、州都である。 コロラド川が流れ、複数の人造庫が存在する。アメリカ合衆国統計局によると、この都市は総面積669.3平方キロメートルである。このうち651.4平方キロメートルが、陸地で17.9平方キロメートルが、水地域である。総面積の2.67%が、水地域となっている。 欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属する。2000年現在の国勢調査で、この都市は、人口656,562人、265,649世帯、及び141,590家族が暮らしている。人口密度は1007.9、平方キロメートルである。425.0、 平方キロメートルの平均的な密度に276,842件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人65.36%、アフリカンアメリカン10.05%、ネイティブアメリカン0.59%、アジア4.72%、太平洋諸島系0.07%、その他の人種16.23%及び、 根結2.99%である。人口の30.55%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は22.5%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が16.6%、25歳以上44歳以下が37.1%、45歳。 以上64歳以下が17.1%及び65歳以上が6.7%にわたっている。中央値年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は105.8人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は105.7人である。 この年の世帯ごとの平均的な収入は42,689ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は54,091ベイドルである。男性は35,545ベイドルに対して、女性は3万4 6ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は24,163ベイドルである。人口の14.4%及び、 家族の9.1%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の16.5%、及び65歳以上の8.7%は貧困線以下の生活を送っている。テキサス大学オースティン校オースティンには、全米有数規模のテキサス大学本部キャンパスにあたる、テキサス大学オースティン校が設置されている。同大学は、 テキサス州内の大学間での単位互換システムであるテキサス大学機構の機関施設となっているテキサス大学システムに含まれる他の高等教育施設にはオースティンコミュニティカレッジコンコーディアユニバーシティヒューストンティロットソンユニバーシティ及びストリートエドワーズユニバーシティなどがあるオースティンの大部分はオースティン独立学区によってカバーされているが 他にラウンドロックインディペンデントスクールディストリクト、フルーガービルインディペンデントスクールディストリクト、ディアンダーインディペンデントスクールディストリクト及びインズ、インディペンデントスクールディストリクトといった学区も存在する。ディーゼルエレクトリック方式の近郊線市内交通は、キャピタルメトロが、路線バスと、近郊鉄道を運行している。鉄道は、非電化単線の貨物線を転用したもので、 ダウンタウンと北部近郊を結ぶ一線のみである。オースティン駅にはアムトラックの長距離列車が発着する。オースティンバーグストロム国際空港は町の南東8キロメートルに位置する。国内線が主体の空港である。オースティンはシスターシティーズインターナショナル、インクによって指定された12の姉妹都市を有している。ありがとうございます。